京都から鳥取まで東西およそ120キロに及ぶ山陰海岸は、2010年にユネスコ世界ジオパークとして認定されました。世界ジオパークは4年ごとにユネスコから再認定される必要がありますが、一昨年の事前審査では、豊岡市の玄武道公園近くの店舗で別の場所から仕入れた天然石を売っていたことが問題視され、認定の取り消しになりかねない事態となっていました。 こうした中、今日から再認定するためのユネスコによる現地審査が厳武洞公園などで始まりました。今のところはまあにこやかに対応していただいていますので、今のところ順調にいってるのかなというふうには思ってます。力いっぱいそっちの方に努力したいと思ってますので。現地審査は今月10日まで続けられ、結果は9月中旬以降に発表されるということです。